平成28年台風第10号は2016年の11番目に発生した台風である。日本の南で複雑な動きをした台風であり、数日間西寄りの進路を通った後、東寄りに進路を変え、北上し、8月30日18時前に岩手県大船渡市付近に上陸。1951年に気象庁が統計を取り始めて、以来初めて、 東北地方の太平洋側に上陸した台風となった。この非常に珍しい進路が特徴である。進路図8月15日頃にウェーク島の北西海上で発生した低圧部が16日21時に熱帯低気圧に発達した。低気圧番号 96W を与えられている。合同台風警報センターは18日8時0分に都市 F を発し、 熱帯低気圧番号 12W を割り当てた。また、気象庁は19日に発達する熱帯低気圧に関する情報を出して警戒を促した。12W は当初は19日21時に関東南東で台風となったと発表されていたが、事後解析の結果21日21時に四国沖の北緯29度10分、統計133度20分で台風となったと。 修正された。アジア名ライオンロックと命名された。この事後解析により、発生日時が台風11号と逆転することとなり、11号の方が先に発生していた。また、発生地点も速報値から約9 0 0トルも変わったことになるという異例の事後解析結果となった。この台風番号と発生日時の逆転現象は、2009年の台風7号と、 台風8号におけるケース以来7年ぶりに発生した。台風は24日昼頃にフィリピンの監視領域に侵入し、フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名、リンドと命名されたが、フィリピンへの影響はほとんどなかった。この台風は、緯度の高い場所で発生した台風であったが、海水温の高いところへ台風が進んだため発達し、数日間停滞したため、 この海域で発生した台風としては異例の長寿台風となった。速報値の段階では北緯30度以上の海域で発生した台風としては最も長寿の台風であると報道されていた。しかし、事後解析で台風としての期間が丸2日間短くなったことが確認されたため従来の記録を破ることはできなくなった上、そもそも北緯30度以上の海域で発生した 台風ではなかったことになる。この台風は、はじめ西寄りに進んだ後東寄りに進路を変え、さらにその後再び進路を北西に変えて、日本に上陸し、2回も U ターンをするような特徴的な進路をたどったため、なぜこのようなコースで進むのかということが、社会的に関心を集め、このことについて解説した記事が多く見られた。まず、発生当初は、 日本の東で勢力を強めていた太平洋高気圧の影響で精神していたものが南大東東南方で進路を大きく変えて沖縄付近で瞑想を始めた理由については大陸から張り出した高気圧によるものとみられている。その後大陸からの高気圧が弱まったと同時に偏成風が大きく蛇行したたことに加え例年より日本の近くに現れた。 モンスーントラフとその南にあった高気圧から吹き出す東風の影響も加わって U ターンするように北東に進んだ。そして伊豆諸島の東海上で震度を北西に変えたのは日本海にあった寒冷低気圧に吹き込む半時計回りの風の影響と見られておりこの低気圧と藤原の効果を起こしたことになる。台風の接近と同時に朝鮮半島付近に 上日の寒冷低気圧が発生し、発達しながら日本海側に座ったため、台風の直接的な影響は、小さい西日本でも低気圧と台風の湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、総雨量が100ミリを超える大雨となった。また、この低気圧に伴う寒気の影響で、西日本では連日の猛暑が解消し、30日の朝は九州を中心に、 この時期としては記録的な強い冷え込みとなった。この台風の上陸で8月に日本に上陸した台風は4個となり、これは1962年以来54年振りの観測となった。北海道では8月29日から太平洋側東部を中心に雨が続き、31日までの総雨量は特に 日高山無役周辺で多く300ミリを超える大雨となった。岩手県では29日から30日にかけて沿岸地方を中心に雨が降り続いた。30日夕方から夜の初め頃にかけては局地的に猛烈な雨を観測し、総降水量が約300ミリの大雨となった。8月30日、東北地方に 接近の台風15号北海道東北その他の影響ポテトチップス製品への影響北海道岩手県。ありがとうございます。